今回川久保が作るのは木材を使った世界に2つとない万年筆。これは樹齢2000年の屋久杉ですね。かなりその木目が詰まってて密度が高くなりますから、削り出しても正確な軸が作れるんですね。屋久杉をブロック状に切り出した後、祖父の代から伝わる旋盤機に固定、そして万年筆の支えとなる軸部分を丸く削り出していく。さらに旋盤機を変え削り上げていく。万年筆に適した木目を出すため何度も削りを繰り返す。適度にこう木目がばらけてるものですね、整列してるものの場合、描いてる時に自然とこう軸が回ってしまう。どちらかというと複雑に入り組んだ模様を使うことが多いですね。とにかく少しずつ少しずつ丁寧に削っていくということが必要なんですよね。一度に大きく削ってしまうと、割れが起きたりとか、壊れやすい材料ですので、かなり神経を使うところですね。削り出しておよそ3時間、万年筆の軸部分が完成。続いて川久保が取り出したのはエボナイトと呼ばれる硬質ゴム。創業当時から万年筆作りには欠かせないもの。まずはキャップとつなげるためのネジ部分を切り出す。胴体の軸がねじ込まれる形になります。そして万年筆作りにおいて一番の要となる指で握る部分、首軸を加工していく。3代にわたり使い続ける自家製の刃で理想の形に削り出していく。少しある程度傾斜をつけてあげた方が指先が当たった時に、スムーズにこう掴めるという
指先に馴染みやすいという、仕上げの方法ですね。使う人の個性が違うように万年筆にも一本一本の個性がある。川久保が手作りにこだわる理由がここにある。昭和元年創業の老舗万年筆店に生まれた川久保。幼い頃から旋盤機で遊び、祖父と父の仕事を見て育った。しかし大学卒業後後を継ぐことはなく、コンピュータープログラマーの道へと進んだ。そんな川久保に転機が訪れたのは26歳の時。父和夫さんが病に倒れ亡くなった。川久保は決心した。これで終わってよいのかっていうことですね。まあ若かったこともありますしね、本当に確かに大変な、まあ、仕事として万年筆をやっていくっていうのはもう大変なことではありますけれども、まあ一年復帰してっていうことで、まあ脱サラですね。家業の手作り万年筆をなくしたくない、その一心で始めた川久保だったが、職人の世界は厳しいものだった。技術もない、師匠もいない。そんな川久保に万年筆の注文はなく、あらゆる旋盤作業の下請けをし耐えしのいだ。その期間4年、川久保を支え続けたのは幼い頃工房で見ていた父の姿。本当にね、だからわからないことは多くて、どうしてもこうわからないというようなところで、なんかのこうきっかけでこうそういう姿が、こうものを作ってる姿がこう出てくると、ああ今やってることはその時に見てたことなんだなとか、そういうような。何気なく見ていた父の記憶、それが職人としての原点になっている。先代も使った道具を使い、書き味を左右するペン先の作業に入る。